田中和夫は、日本の政治家、自治官僚、大阪府堺市長。助役の時に、堺市の政令指定都市以降を目指す、我が道武雄市政を実務面で支え、後継として就任後、我が道と共に、名市長と呼ばれた。現在の山口県柳井市出身。1949年東京大学法学部を卒業、自治省に入省し、 地方公務員災害保障基金事務局長、自治大学校副校長などを歴任。堺市の条約として、第15代市長のガ堂武雄による行財政の見直し、行政改革、財政再建、都市再開発を支えた。1984年2月、我が道市長退任に伴う選挙に出馬し、第16代の市長に初当選した。 1988年2月に再選し、2期目の1989年8月21日、入院先の大阪府立成人病センターで、心不全のため休止した、去年62。堺市の人口30万人台だった1961年に、第13代市長の川森康之助が、100万都市構想として、1976年に、 第14代市長の画像が正式発表した、政令指定都市昇格について、田中は市長として実現に尽力したが、自身は地方自治体の規模やあり方について、行財性能力のみではなく、我が町意識の強さも加えて判断されるべき、人口規模は効率を重視する産業界で、一定の基準とはなり得ても、自治体としての適正規模の基準として、 絶対のものではありえないとの見解を示している。自身は、堺市の政霊指定都市昇格の原動力となった、仙北ニュータウンの巻塚台に在住。読書家で、ノンフィクション小説など4000冊を所蔵していた。なお、蔵書は、生前の望みで2007年に、堺市立図書館に寄贈され、2008年4月に、堺市立中央図書館に、田中文庫コーナーとして開設された。 コーナーに並ぶのは主に文芸書2700冊で昭和50年代後半から死去した平成元年までの国内外の現代小説が中心となっている。ありがとうございます。